お餅が最近騒がせているという。でもこのコンボが新しく見つかるっていうのは面白いよね。しかもこれ実践的なんでしょう。これなんか昨日4商品の大会でも誰か決めてたと思うんだよな。江戸使いプゲラかな、レシャーかだな。ゲージマックスならまあ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 、このね、このスペースを作るの大事、夢を見るため。はい、来た、来ます。ここから、おうおうおう、はぁ、あ、コンビ好きだな。こう、やっぱ S2 いいな、なこういうのがあると、まあまあまあ、このね、このスペースを作るの大事、夢を見るため。はい、来ます。これはちなみに来ますとか言ってこれはちょっと難しいバージョンっぽい。この後簡単にするのも見つかってて、インパクトの後とかでさ打撃すると相手が浮いたりするじゃん。だ相手を浮かせた状態で OD なんだっけ、フリッカー、フリッカーじゃないや、ワントスリー、ワントスリーじゃないんだからあれ、パラベラムコンビネーションだっけ、名前なんて言うんだっけこれ、 OD どこどこブリッツ、それは最速レシピで最初いけるらしい。まあまあまあ、このね、このスペースを作るこれもう SA2 強ブリッツ強アッパー、はい、強アッパーいきます、はい、最初の2回目押しなんだろうな。いやー最初の大プリッツが体感で7フレ遅らせ、そこの猶予がどんぐらいあるかがこのコンボの肝ですよね。こういうのあるとな面白いよな。猶予が2フレ、え、ごめんなさい、猶予が2フレってことはつまりビタ OK、 1フレ遅らせ OK、 2フレ遅らせまで OK ってことですか、それともビタ OK、 1フレ遅らせ OK、 2フレ遅らせダメのその0フレと1フレが OK っていうことですか。このゲームで正直あのタイミングでなんていうの、0と1のタイミングでのみ大丈夫って、2フレ遅れたらダメ、それはちょっときついな、それは難しいと思う、安定させるの。ビタ1遅らせ1の2フレ目、ああそうなんだ、あそうリフティングコンボと同じだね。でもこのタイミングはリフティングって割と、まあ、慣れちゃえば簡単なタイミングの取り方だと思うんだけど、なんか僕ね、この遅らせ方ゲージマックスならまあ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 は、このね、得意じゃないんだよ、このスペースを作るの大事、夢を見るために、はい、行きます、発動して、あ7フレ遅らせか、あで、あミスっちゃってもフォロー効くの、あそれはありがたいね。トギドさんの豪気の動画をきっかけにスト6から格が始まりました。トギドさんの豪気楽しみです。剣一本でいきます。ネモさんレイドありがとうございます。もうベガのね研究に余念がないそうで、いやでも SA2 な羨ましいな、これゲージマックスならまあまあまあ超楽しそうじゃん、このスペースを作るの大事、新しい要素、夢を見るため、はい、いきます。おお運び、いいね、いやーやっぱ SA2 がなんかこういうトリッキーなのは本当にいいね。ラシードしかり、ラシード JP、 あーブランカ、ブランカとかジュリは本体を強化するっていうだけだから、まあ、強いんだけどちょっと楽しみがいはないかもね。やっぱ設置系楽しそうだな。でもなんか道義キャラって設置の要素って今まであったキャラいる？波動拳を設置するみたいな、多分レインボーだけじゃない、なんか設置っぽいのあったの、相手を追尾する追跡エネルギーだの、まあ、剣に設置って似合わないよな。まあでも面白そうで何よりですわな。今度出てくるベガ、あれはもうサイコマインが完全な設置系ですよね。ザンギも驚いている。